あれですわね。もう来た。いいわよ、クロコ。お任せよ。さあ、どんどん来なさい。もう二言はないっつーの。どんどん来い。何をやっていますの。君はあの爆発は。説明は後。とにかくここを離れてくださいな。タイヤをやられた。地面にもトラップがあったらしい。お姉様、車はダメですの。死神書き込め。私たちの行動は全てお見通しってわけ。多分まだ終わりじゃない。今のうちにリッポだけでも連れて逃げて。しかし移動中を狙われたら。うちのクロコを使いなさい。テレポーターよ。お姉様は。いいから早く私を信じて。こんなもんコツコツ作ってあちこちに置いてさ。それはそれは楽しかったでしょうね。今もどっかでニヤニヤ笑いながらスイッチを押してんのかしら。慌てふためく私ら眺めてご満悦になってんのかしら。ここまではあんたの作戦通り。ネットでアドバイスみたいな殺人予告をして、それに沿った事件を起こして、周りがキャーキャーワーワーわめくのも含めて全部思惑通り。あんたは天才。あんたはキレてる。あんたのやり方なんて何一つ止められなかった。キャーかっこいい。なめてんのか。やんだ。用意したロケット砲も打ち止めみたいね。結局犯人は最後まで姿を見せずか。分かっちゃいても腹が立つわ。終わりましたの。アンチスキルやジャッジメントの有志とやらに連絡してそれを調べてもらって。多分大丈夫だと思うけど、一応周囲のビルに使えるロケット砲が残されていないかチェック。ただし爆発物のトラップには要注意よ。こうやって事後処理でこっちの手を煩わせてる間に姿を消すのも計算のうちってわけか。くそ、マジでムカつく。アンチスキルへの連絡はすでに済ませましたわ。と噂をすればですわね。無事だったじゃん。ジャッジメントって言ってたけど。似たようなものよ。リップの市澤明子は怪我とかしてない。それなんだけど、このバンに乗っていたのは市澤明子ではないじゃん。なんですって。実は影武者だったじゃん。ジャッジメントのなんて名乗ってたかな。あ、そうじゃん、あたつ千代さん。少し前に彼女から警告の連絡があったじゃん。その時点では怪しかったんだけど、一応警備体制を変更したってわけ。市澤明子については少数の護衛をつけて別のルートで運ばせてるから安心するじゃん。待てよ。君たちにはすまないと思ってるけど、これもターゲットの安全を守るためだったじゃん。襲撃されている時点でここにいるのが影武者だと知られるわけにはいかなかったからな。だから表には出せなかったじゃん。だけどこうしてロケット砲が使い切られたんならもう。違う、逆だったのよ。死神カキ子の狙いは市澤明子の移動ルートを変更させることだった。通常の大人数のアンチスキルを相手にするのは難しいと判断したから人数を分散させて。市澤明子を直接守る人数を減らそうとしたのよ。ちょっと待つじゃん。それはすぐに市澤明子の護衛チームと連絡して。早く。
誰も応答しない。なんでじゃん。本物の方は警備の人員も少ないんでしょ。本物が目立ってしまったら影武者作戦の意味がなくなるじゃん。おそらく本物の市澤明子も襲撃を受けたんだわ。なんだって。あっちの方はロケット砲を用意する必要もないくらい簡単だったでしょうね。すぐに本隊の方に連絡を。死神かき子にまんまとはめられたわ。このこと足立さんは気がついて。ウィハルさん、ちょうどこっちからも連絡しようと。美坂さん、大変です。どうしたの。足立先輩が発見されたんです。え、足立さんならさっきまで連絡を取り合ってたじゃない。発見ってどういう。本物の足立千代先輩が保護されたんですよ。本物？本物って何よ。私たちが連絡を取っていた足立先輩は偽物だったんです。何ですって。本物の足立先輩は数日前から何者かに監禁されていたそうです。では第18学区の支部にいる足立先輩は誰なんですの。ちょっと待って。足立さんを紹介された時に彼女のデータを見せてもらったわよね。あれってジャッジメントの正式な記録だったんでしょ。それがデータベースを改ざんした痕跡が見つかったんです。ジャッジメントのデータベースを改ざん。そんなことが可能なの。私も信じられません。私たちが見た足立先輩のデータは全てデタラメだったんですね。データに書かれていた所属学校に問い合わせたんですが、足立先輩のことは全く知らなかったようです。確かにその学校のデータベースでは足立先輩の所属が違う学校に書き換えられていました。それと登録されていた顔写真についても完全にフェイクでした。フェイク？あの顔写真に該当する人物を照合しようと認識プログラムをかけたんですが、エラーが出て認識できなかったんです。そういう加工が施されていたようです。そんな顔の人間は存在しないってことか。他のデータについてはどうだったの。現在調査していますが、一体いつの間にどこまで書き換えられているのか分かりません。続き、足立千代について調べてくれる？大きな手がかりを残しているとも思えないけど。はい、わかりました。何かわかったらすぐに知らせます。最初から全部あいつの計画だったんだ。どういうことですの、お姉様。思い出した。死神カキ子のアジトを突き止めた時、誰か足立千代にそのことを知らせた。いえ、そういえば誰も連絡なんてしてませんの。全部タイミングが良すぎるのよ。重要な情報はいつだってあいつからもたらされたわ。くそ。死神カキ子は殺人予告の亜種。一見丁寧なアドバイスのふりをして、実はそのコメントには悪意しか込められていない。死神カキ子というキャラクターはネットを一人歩きし、どんどん増殖していく。オリジナルがわからない。そもそもオリジナルに意味なんてないというふうに。けれど死神カキ子は実際にいたんだわ。やられたわね。私たちは足立千代、いいえ、死神カキ子に踊らされていたのよ。はじめまして、市澤明子さん。
おやまあ、私としたことがすっかり忘れていました。これはこれは誠に申し訳ありません。ガムテープで口を塞がれたままじゃお話できないのも当然でしたよね。ちょっと痛いかもですけど我慢してください。あなたは誰？何が目的なの？あら、ご存知ありません？スーパージャッジメント、あたつちおさんなんですけど。おっと、そうだった。これは適当に作った顔でした。本物のあたつちおには全然似てないし、わかるわけないですよね。これは大変失礼しました。あなた、何を言ってるの？このメイクももう必要ないか。素顔くらい見せてあげます。相手の顔もわからないんじゃ後で悔やんでも悔やみきれないと思いますから。おっと、名前はまだ教えてあげませんよ。最初に全部わかったら楽しくないでしょ。目的は何なの？アンチスキルのセキュリティをかいくぐってまでピンポイントで私を狙ってきたってことは無差別な金目当ての誘拐って線じゃなさそうね。お金が欲しければもっと効率的に力を配分しています。まあ目的のために資金が必要なのは認めますけども、そんなものは計画を始める前に調達しておくのがマナーでしょ。何が目的かと聞いているのよ。おお、これは怖い。ただお答えしてしまってよろしいのでしょうかね。これでも私は気遣いと思いやりに長けていると評判なんですよ。ミスミス、あなたにショックを与えてしまうようなことは。3回も言わせないで。何が目的かと聞いているの。8段階目の赤。おや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 、答えろとおっしゃられたので素直にお答えいたしましたのに、その反応はいかがなものでしょう。むしろここは私の寛容さに感謝の念を抱いても。分かっているの。8段階目の赤、あれが一体何なのか分かっているの？分かりもしないでこの単語に触れる可能性の方が少なそうですけど。システム全体に触れることならそう難しくはありません。私はバンクやジャッジメントのデータベースを書き換える程度の腕を持っていますから。ただ8段階目の赤となると話は別です。あれはセキュリティが独立している。システム全体に触れたとしても8段階目の赤の制御システムで弾かれる。その制御システムに侵入するためにマダムのご助力が必要なんでございますよ。ふざけないで。ふざけてることぐらいはわかるんですね。よかったよかった、バカじゃなくて。私が制御キーを明け渡すと思う？そもそも渡せるものじゃないんでしょ。8段階目の赤の制御キーには上位研究員クラスのノウハウがそのまま利用されている。だからパスワードみたいに聞き出すことはできない。ま、サイコメトリーだって珍しくないこの街でなら妥当な線だと思いますけど。だったら。でも考えたことあります？世の中にはその人間のノウハウを直接コピーできる能力者だっているかもしれないって可能性を。ねえ、僕の出番はまだなの？ご紹介します。レベル2のテレパスである二石強者くんです。普段はあんまり役に立たない子なんですけど、テスタメントを使ってちょっと頭をいじるとあら不思議、他人の脳波をコピーするスペシャル能力者ちゃんに大変身するのです。テスタメントですって？どこからそんなものを。あれは使った時点で大変なことに。どんなレアアイテムでも、ご金製の品でも、
一度世に出たものは引っ込められません。あるところにはあるものです。使い方を間違えれば取り返しがつかない傷を脳に残すことになるのよ。テスタメントを使って最適化すると元の人格には戻せないのよ。あなた人を何だと思っているの。その辺はご心配なく、あれの取り扱いには慣れてますから。あなた一体。統括理事会の連中は必死になって隠してるみたいですけど、テスタメントなんてのはつてとお金さえあればコンビニでガムを買うより簡単に手に入りますよ。それよりも探すのが大変だったのは彼の方だったんですから。人の心に干渉するタイプならあちこちにいるんですけど、脳波コピーとまでなるとなかなか。そのためにカミキリムシを煽っていろんな髪の毛のサンプルを回収したんですけどね。それを言ったらあなたも大変だったのは同じかにゃ。自宅も非公開なんですもの。ジャッジメントやアンチスキルのデータベースを除いた程度じゃ居どころわからないし、制裁指導を使おうと思ったけどあれはとんでもない出たものでしたからね。おかげで私がこうして頑張らなくちゃならなくなったわけですよ。そうまでしてあなたは8段階目の赤で何がしたいの。私だけじゃない、たくさんの人たちを巻き込んで。にゃんにゃんにゃー、聞こえにゃーい。さあ二石くん、もうめんどいことはさっさと終わらせちゃいましょうね。待ちなさい。あなた分かっているの。他人の脳波を自分の脳にコピーするってことは。うっさいな。負け犬は負け犬らしく覚悟を決めなよ。力を使った結果あんたの頭がどうなろうが知ったことじゃないし。そうそう、これはゲームなのです。脳波をコピーできれば二石君の勝ち、できなければこのお姉さんの勝ち。だってさ、僕も初めてこの能力を使うんだ。おばさんも協力してよ。ダメですよ、お姉さんって呼びなさいって言ったでしょ。そっか、じゃあ行くよ。じっとしててね、お姉さん。バカ！危険なのはあなたの頭の方なのよ。はい、よくできました。脳波をコピー、つまり固定してしまえば体も思考も全て停止してしまう。あなた分かっててこの子にやらせたわね。やだな、それじゃあ私が二石君を騙したみたいじゃないですか。能力を使うとどうなるか聞かれなかったから教えなかっただけですよ。これで市澤明子の脳波キーはゲットっと。8段階目の赤も私の手中に収まりましたね。あなたって人は。ん？おやおや、ジャッジメントの白井さん？あたつ先輩。いえ、あなたは誰ですの？さーて、誰でしょうね。その分だと、あなたの電話は虐待用の機材とつながっていそうね。でもいいわ、手間を省いてあげる。第7学区にカラオケボックスフォークボールの跡地があるわ。そこの104号室へ来てみなさい。面白いものが見られるわよ。お待ちなさい、まだ話は。話は以上、じゃあねー。さてと、殺すなら早くしなさいよ。ぎゃーん、かっこいいです。でもそこは思想の問題。私は目的に必要のない人員の殺傷は望んでいないのです。ただし
目的に必要なら誰であろうとぶっ殺しますけどね。そう怯えなくても、あなたは殺さないと言ったはずですよ。はい、この携帯は市澤さんにプレゼント。電源は落としてないから、これを持ってれば白井さんが助けに来てくれますよ。よっ、気を失うと子供でも結構重いですね。では失礼。今後アンチスキルやジャッジメントに協力するのは結構ですが、私の目的の障害になるレベルへ発展しないことを祈っていますよ。そうなったら、せっかく見逃した命を殺し直さなきゃいけなくなりますからね。